勝ち点3一番取りたかったなと思いますし、そういう悔しさが残る試合になったかなと思います。最低限やらなきゃいけないことはこなせたのかなと思いますし、まあ、ただ突き詰めればまだまだやらないことはたくさんあるなと思うので、そこはまた来週1週間いい準備して、またいい試合に臨みたいなと思います。